はい、スピチューブやってまいりました。今回やってきたのは丸焼きと鶏串の店、中島ブロイラーにやってきました。場所なんですが、岡山から津山に向かう53号線ですかね、ちょうど三崎町に入るぐらいかな、その辺りにあるんですよね。毎回毎回人でにぎわってて、とっても美味しくて、岡山県民なら誰もが知ってるぐらい有名な、鶏串屋さんなんです。はい、今回僕は揚げ先1パック200円と、1本60円の、鶏串を4本買いました。合わせて440円です。560円のお返しです。はい、はい、どこで食べようかと行き着いた先はこちらです。お弁当屋さんですね。先日、お弁当を買ったとこなんですけど、ここにはね、お弁当を食べれる、場所があるんで、ちょっとね、狙ってやってきました。ついでにね、うどんもね、注文します。はい、早速ね、食べる場所に行きたいと思うんですけど、どうなんだ、今日は。あー、閉まっちゃってますね。閉まってる系、はい、もう営業時間過ぎたみたいなんで、閉まってます。困りました。さて、どうする、ね、今座ってるとこがこの歩道と車道のちょうどね、大迫力ブレーキさっきのフロイダーに行った車とこの放送室に行った本日は必要だと、ちゃんとお天気まで。はい、うどんもいただくんですが、このレポに関してはまた後日ね、お伝えしますんで、お楽しみにしておいてください。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。いいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。